今日は2018年2月19日、1時48分です。今日の朝日新聞の一面には、安倍総理大臣が国会の答弁の中で、この裁量労働制だね、裁量労働制の問題について、この裁量労働制で働く人の労働時間が一般の労働者よりも短いというデータがあるというふうに言ったんだけども、まあ、その算出の仕方がおかしいだろうという話で指摘されて、まあ、その発言を撤回したという話ですね。そもそもこの厚生労働省が調べたこの労働時間の調べ方でですね、一般の労働者に対しての質問は1日の残業時間について1ヶ月のうちの最長時間を尋ねた。1ヶ月で一番長い残業時間は何時間ですかというふうに聞いて、それと8時間足して、まあ、労働時間としたんだね。一方、裁量労働制で働く人には単に労働時間の状況というのを聞いたんですね。どれぐらい働いてるんですか、だから1日何時間ぐらい。だからまあ一般の人は最長の残業時間と8時間を足した時間だから相当長くなるのは当たり前で、それが裁量労働制の人と比べて長いから一般の労働時間が長いよなんていうのは、全然比較の仕方がもう全然なってないで、比較の対象じゃないよねっていう話ですね。まあ、なんでこんなことになるかっていう話ですよね。だからまあ企業側にとってはですよ、裁量労働制というのは残業時間を払わなく、残業代を払わなくていい労働者を確保するということで、今のところはですよ、建前としては非常にまあ自分で計画してやるような仕事で、オペレーターとかそういう仕事で、優秀な人は短時間で仕事が終わらせることができる。で、まあ、その裁量に任せて、早く仕事を終わらせて残りの時間は自由に過ごして、それで会社としてはその仕事の成果に満足して賃金を払う。だから労働時間が短くて賃金が払える。でまあ、たまたま時間が多くなった時には残業代は払えませんよという、そういう話で、優秀な人にとっては都合がいいでしょうという話なんだけれども、その枠を広げることについてですよ、結局こんだけの仕事を今日中に やってしまいなさいということになって、でそういうことで、その仕事をさせられる人は残業せざるを得ない。一般の人であれば残業時間でして残業代がもらえるような時間働かなければいけないのにもらえませんというね。まあ企業にとって都合が良くて働く人にとっては厳しい制度を政府は、まあ、もうすでに始まってるんだけども、その幅を広げようというんだね。こういう仕事にも広げましょう、こういう仕事にも広げましょう。まあまさに企業にとって都合の良い政治の見本みたいなもんでさね。まあ続くんですな。まあ押して知るべしというか、今の安倍政権がどういう姿勢で政治を行っているのか、一般の国民の幸せのためではなくてですよ、大企業にとって都合の良い、企業にとって都合の良い政治を行っているという、まあ、最たる例ですね。働く時間が長くなっても残業代を払わなくて済むような制度、働く側にとっちゃたまったもんじゃない、まあ、そういう話です。
ということで今日はこれぐらいしておきます。